どうも、ゴッチです。今日は、ジョジョの奇妙な冒険 ASBR にアップデが入ったということで、早速見ていきたいと思います。で、初めに言っておきますが、ぜひ皆さん、このアップデの内容に関しては、ぜひ公式の方で一度自分の目で確認をしてください。公式の情報が何より一番信憑性があるということをね、ぜひ肝に銘じて、公式サイトに行ってください。ということで、じゃあ早速見ていきたいと思います。まあ、自分が使うキャラは、マライアと、まあ、シーザーもたまに使うぐらいなんだけど、今は。まあ、マライアがあったらいいなって思うんですけど、マライアないですね。マライア、磁力ゲージがね、すぐに戻るのだけは本当にそれだけはね、あんま強くないと思ってるから、磁力ゲージの補正とかあったらよかったな。あと見た感じ、なんかその、いわゆる弱キャラと呼ばれてるイギーとかにも多分ないよね、この感じね。まあでもまあ、強キャラって言われてる人たちに修正が入ってるのは良さそうな気がしますね。自分は格闘ゲームは全然ガチじゃないので、まあ、修正されてる意図があるっていうことはすごい嬉しいですね。結構ね、自分の配信見てる方だったらね、わかるかもしんないんだけどさ、生打った後に GHA 自分が打つ瞬間に磁力ゲージが2になって外れるってパターンがめちゃくちゃあるから、磁力ゲージをもうちょい溜まりやすくと、もうちょい減りづらくなったら良かったなって個人的には思ったんだけど、まあでもね、そんなことはもう文句はね、言っても仕方ないので、今後もね、アップデが入るかなと思うので、まあ期待したいですね。で、よく見たら、ダウン追撃がちょっとダメージ全体的に減るとのことで、マライアナーフされてますね、これ多分。自分みたいなね、その、初心者ムーブじゃなくて、上手い人の動画とか見ても、まあ、自転車でダウン追撃やったりとか、バステトでダウン追撃やったりとかで、ダウン追撃がね、結構貴重なダメージ源だから、ダウン追撃のダメージが減るっていうのは、マライアに適用されてないといいな、というふうな期待はしとこうかな。ナーフされた説があるね、これね。まあ、わかんないですね。実際遊んでみて、まあ、考えたいと思います。あとのアップデが、マッチングルール変更ってことは、プレイヤーマッチ、ランクマッチ、マッチングルール変更。何が変更されたんだろうね、これね。以前からスイッチ版は、BP 差が10万以上ある人と、童話がいてもマッチングできなかったので、フレンド招待がないからね。なので、例えばその友達と遊びたい時に、10万差の BP があったら、頑張ってる人に BP を下げてもらうか、自分が逆にその BP 上げるか、あるいはその上手い人にサバーカーを作ってもらって、300円払ってもらって、オンラインに入ってもらうかっていうね。なんかめちゃくちゃなことをね、やんなきゃいけなかったんだけど、ここが撤廃されてたらいいかな。まあ、今ね、改めてじっくりとこの修正内容を見たんだけど、ナランチャが結構ナーフされてたりとか、まあ、自分が思う範囲でも、初心者同士の対決でも、このキャラかなり性能自体が強いなってキャラが、まあ、ナーフされてるような感じもするので、別にね、マライアが許可されてなくても全然自分は満足です。で、この動画のついでに言うのもあれなんだけど、まあ、自分はね、最近 ASBR のいわゆる参加型っていうのをやめることになりまして、まあ、というのも、スイッチ版はね、本当にフレンド招待ができないっていうのと、常に ID を貼って入ってもらう、ID を貼って入ってもらうの繰り返しっていうのが結構ね大変で、時間もめちゃくちゃかかっちゃうっていうのと、一戦ごとに部屋を解散しなきゃいけなかったりとか、そういう不便な点が目立つなっていうのが正直な感想だったので、今回のアップデで、まあ多分10万ポイント差は解消されるのではないかなってことで、まあ一つね、障壁が減ったかなというふうに感じます。まあこれは、まあただね、実際にどうなるかわかんないけどね、10万ポイントもし撤廃されてなかったらすいません。なので、いわゆる参加型っていうのは自分はあまりしないので、まあこの先にね、どこかで自分とね、ノラとかで会うことになったら、ぜひお手合わせよろしくお願いします。多分マライアをずっと使い続けるので、マライアめっちゃ楽しいのでね、よろしくお願いします。はい、ということで、ここで動画終わります。アリビデルチ、バイバイ。